皆さんは近年ランニングを含む持久系トレーニングに激震が走ったという事実をご存知でしょうか。そうなのです。トレーニング理論自体に激震が走ったのです。その代表格こそこの兄弟。知っている人はおっとなる言わずと知れたこの2人。右に映るサングラスをかけていない男性こそ現在中長距離界での最速ランナーの一人と謳われるノルウェーのヤコブ・インゲブリクセン選手その人です。またはこちらのアスリート、東京オリンピック男子トライアスロンで金メダルに輝き、この世でトップクラスの過酷な競技、水泳 3.8キロ、自転車180キロ、ランニング 42.195キロを続けて行うアイアンマンという競技の世界一にも輝き、非公式ではありますが最も速いタイムを持っているクリスチャン・ブルーメンフェルト選手。このインゲブリクセン兄弟とブルーメンフェルト選手、この2人に共通するのが彼らの出身国ノルウェーという国。実は近年このノルウェーから生まれた、その名もノルウェーメソッド、もしくはノルウェーモデル。このノルウェー発祥の持久系トレーニング方法こそが従来の持久系トレーニング理論に激震をもたらしたのです。というのもこちらのスポーツ科学の名著、限界は何が決めるのか、持久系アスリートのための耐久力の科学の著者であり、世界屈指の大学ケンブリッジ大学で博士号を取得、自身も中長距離ランナーとしてカナダのナショナルチームに所属していたスポーツジャーナリスト、アレックス・ハッチンソン。そんな経験を持つ彼にこう言わせているのです。持久系トレーニングのノルウェーモデルとして知られる方法論が急速に広まったことに感動を抑えられないと。なぜ彼はそこまで感銘を受けたのか。ということで今更感がありますが、このノルウェーメソッド、ノルウェーモデルと呼ばれる持久系トレーニングを深掘っていきたいと思います。正直英語の記事や論文の日本語訳は現在の AI などの力を借りれば誰でも簡単に行えるので、今回はできるだけ僕の持っている知見をフルに活用しつつ、それが何を意味しているのかを含めて表層の文字列だけではないよりディープなところまでいきたいと思います。もちろんできるだけ分かりやすく説明したつもりです。ぜひ肩の力を抜いて気軽に聞き流してみてください。やや長いですが、この動画を最後まで見ると点と点が一つの線につながり、なるほどこんな面白いトレーニング方法があるのかとなり、専門家も語らないトレーニングの本質が知れる。前半はノルウェーメソッド、ノルウェーモデルとは一体何なのかを、その道のプロの言葉を切り口に、中盤は実際の研究を参考にしつつ知識を深掘りました。後半には具体的な練習メニューを提示しながら、我々一般ランナーにどのように適用できるのかという話から、全ての知識知見を一本の線にまとめて壮大なトレーニングの本質に迫っています。この動画をきっかけにより深掘りたいと思った方のために、一次情報の論文を含め参考資料は概要欄にできるだけ載せておきます。気になる方は各自そこからご自身で知見を深めてみてください。ということで温故知新、持久系トレーニングのトレンドを見ていきましょう。このチャンネルでは知識を速さにという言葉をキーワードに、運動経験ほぼゼロから独学でトライアスロン日本代表になった僕が、書籍をベースとしたスポーツやパフォーマンスアップのノウハウを分かりやすく解説します。根拠のある知識を知りたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。では僕が尊敬するスポーツジャーナリスト、アレックス・ハッチンソンの先ほどの発言から、このノルウェーメソッド、ノルウェーモデルに切り込んでいきましょう。彼はこう言っていました。持久系トレーニングのノルウェーモデルとして知られる方法論が急速に広まったことに感動を抑えられないと。この前後の文脈にあるのが、実は過去にイグノーベル賞を取ったこともあるこの概念、車輪の再発明。彼の言葉を借りると The wheel gets reinvented、 すでに存在している画期的な発見を一切知らずにまた発見する。皆さんご存知、車輪はすでに何千年も前から存在しているのに、その存在を知らずに一から車輪を作り上げ、あたかも自分が偉業を成し遂げたと自認するという虚しき徒労を表す慣用句。それが車輪の再発明。個人的にはその能力自体はすごいとは思いますが、ある意味時間の無駄。なぜならすでにそのノウハウは存在しているから。何事に対しても事前のリサーチが大切な最大の理由。話に戻って、実はあえて省きましたが、彼の発言の冒頭にはこんな言葉がついているのです。スティル、そう、接続詞的な使い方のスティル。このスティルの訳し方はこう、それにもかかわらずという意味のスティル。つまり何が言いたいのかというと、車輪の再発明にもかかわらず、ノルウェーメソッド、ノルウェーモデルがここまで急速に広まったことに感動に近い驚きを隠せない。これが彼がなぜ感動したのかの理由。つまりこの新しい流行であるノルウェーメソッド、ノルウェーモデルは、なんとケンブリッジで博士号を取ったインテリランナーに言わせれば車輪の再発明であるということ。ここがこのノルウェーメソッド、ノルウェーモデルを深掘れる一つの切り口であり、キーワードでもあります。車輪の再発明、そう、流行は繰り返す。ファッションなどもそうですが、
トレーニングにも昔流行ったものが再流行するという一般的な流れが見て取れるという至極当たり前の現象。ちなみにこのようなことを研究する学問分野も存在し、それこそが社会学、社会科学と呼ばれています。このような社会学的視点でトレーニングを切り取るのも一味違うトレーニングの見方ができるため、個人的には好きなフレームワーク、問題への取り組み方の一つだと思います。やや話が脱線しましたが、なんと最近急に人気が出たトレーニングの流行であるヤコブ・インゲブリクセン選手をはじめとするノルウェーメソッド、ノルウェーモデル、これは別に目新しいものでも何でもないという事実。おそらくこのことをダイレクトに指摘している日本の専門家は僕が調べた中でほぼほぼいなかったので、まずはこの知見を押さえておきましょう。という面白い知見は、実はこちらのあるトレーニング理論を扱った動画で視聴者さんが実際にコメントしてくれたことでもあるのです。この動画で取り扱ったあるトレーニング理論、それこそマフェトン理論と呼ばれる方法論。このマフェトン理論とノルウェーメソッド、ノルウェーモデルは似ているのではないかと。そしてその指摘はズバリ確信をついていたのです。では一体ノルウェーメソッド、ノルウェーモデルとは具体的にどんなトレーニング理論、トレーニング方法なのでしょうか。ここを見ていきましょう。まずは具体的なメニューを先に提示します。ここはさらっと聞き流して OK。 ではいきます。火曜日の朝、 2.5mmの運動強度で6分間、これを5本、セット間に1分間のリカバリーを入れる。同じ日の火曜日の夕方、 3.5mmの運動強度で 1000m を10本、これも朝と同様、セット間に1分間のリカバリーを入れる。1日置いて木曜日の朝、 2.5mmの運動強度で 2000m を5本、これもセット間に1分間のリカバリーを入れる。同日木曜日の夕方、 3.5mmの運動強度で 400m を25本、このセット間のリカバリーは30秒。というのがノルウェーメソッド、ノルウェーモデルで使われている超具体的な練習メニューです。ちなみにこのトレーニングメニュー自体、素人コーチが作ったオリジナルメニューではなく、インターナショナルジャーナルオブエンバラメントリサーチ&パブリックヘルスという健康科学を取り扱う学術誌に実際に掲載された研究をもとに作られたメニューだったりします。というバリバリの科学的視点を取り入れたのが、実はこのノルウェーメソッド、ノルウェーモデルの最大の特徴。そう、皆さんもある言葉が引っかかってはいないでしょうか。 2.5mmや 3.5mmという聞き慣れない言葉たちを。これがまさしく真骨頂。このミリモルという言葉やその前にある数値が何を意味しているのか。これがまさしくノルウェーメソッド、ノルウェーモデルを語る上での鍵。そう、それが血中の乳酸濃度の値、つまり乳酸値です。ではこの血中の乳酸濃度、乳酸値は何を表しているのか。それこそがズバリ運動強度。そう、運動の負荷、体にとってのトレーニングのしんどさです。従来の科学的トレーニングでは心拍数などを使ってこれらのしんどさや運動負荷を数値化します。もしくは自覚的運動強度と呼ばれる主観的な指標と心拍数を連動させたスウェーデンの研究者が開発したその名もボルグスケールなどを活用したりもします。よりマニアックなもので言えば、こちらの動画でも紹介したパワー、仕事率と呼ばれるものをワット数を用いて数値化したりもします。これらの客観的なデータを比較してトレーニングの出来を目に見える形で評価するというのが、いわゆるスポーツ科学、個人的な感覚、主観に頼らない再現性を追求したトレーニング手法ですと聞いて、なるほど使えそうと思うのは要注意。実を言えばこれらの数値、心拍数やワット数の最大の問題点、それこそが最も根幹に関わるこのキーワード、再現性。これらの数値は再現性が低いことが最大の問題点だったりするのです。ちなみにこの話題に関して、なぜ再現性が低いのか、ロードバイクとランニングとの間、競技間でのワット数の捉え方の違いなどのややマニアックな話は概要欄で補足しておきます。その中でも科学的トレーニングに必須の再現性を完璧に担保できる物差しこそ血中の乳酸濃度、乳酸値。何を隠そう、ノルウェーメソッド、ノルウェーモデルで登場した例の言葉、ミリモルと呼ばれる尺度なのです。このミリモルという単位は血中の乳酸値に対応した物差しという捉え方でまずは OK。 難しいと思う必要は皆無で、そんな測り方、物差しがあるのだな程度の理解で大丈夫です。重要なのはノルウェーメソッド、ノルウェーモデルと呼ばれるトレーニング手法は、この血中の乳酸値を完璧に把握してコントロールすることが鍵。厳密に設定された乳酸値に沿ったトレーニングがこのノルウェーメソッド、ノルウェーモデルの最強たるゆえん、特徴なのです。そしてこれが最大のデメリットにもなりうる。もし本物のノルウェーメソッド、ノルウェーモデルを行おうとすれば厳密な数値が要求されるのです。
なんとリカバリー感やトレーニング後には必ず耳たぶや指先から専用の機器を使って血液サンプルを入手しないといけない。これによって確実性のある、言葉を変えると再現性のある数値を持ってトレーニングを計画実施できる。何を言ってるのかあまりピンとこない方は百聞は一見にしかず、概要欄に実際のトレーニング風景、冒頭で話したトライアスロン金メダリストクリスチャン・ブルーメンフェルト選手のトレーニング動画を載せておきます。これを見ればどうやって乳酸を測っているのかすぐに理解でき、トレーニングってこんな感じなのかという雰囲気がわかります。というように、本来のノルウェーメソッド、ノルウェーモデルはガチの専門家が同行して数値ベースでトレーニングを管理するという、これぞスポーツ科学と呼ばれる手法をとります。そう、もうお気づきのように、そんなもの一素人が真似できない。ここが最大のデメリットです。もちろん現在の最新テクノロジーを駆使すれば、近似値と呼ばれるそれらしい数値を血液を採取しなくても把握することは可能ですが、やはり誤差が結構大きい。血液採取に勝るものは存在しないため、これらのテクノロジーを使ってもおそらく心拍数レベルの精度に落ちてしまうというのが僕の個人的な感想です。よって本当のノルウェーメソッド、ノルウェーモデルには確実な血液サンプルから乳酸値を測るという超絶高いハードルが悲しくも存在していますと聞いて、そんなのできないし無理となった方はもう少しお待ちください。このノルウェーメソッド、ノルウェーモデルにとって一番重要なのは乳酸値ではなく、もっと大元にある考え方の方だから、ここを理解することでノルウェーメソッド、ノルウェーモデルのエッセンスを抽出でき、自分のトレーニングに応用したり活用したりすることができます。ミリモルなどの数値はあくまで物差しにしすぎません。この数値が一体何を意味しているのか、なぜそこまで厳密に運動のきつさをコントロールしなければいけないのか、これこそがノルウェーメソッド、ノルウェーモデルの核となる部分。実はここまでである一つの重要な部分に触れていませんでした。このノルウェーメソッド、ノルウェーモデルというものの正式名称が、多い練習量と低強度で行う乳酸を基準とする域値インターバルトレーニング。ズバリ先ほど紹介した乳酸値を基準にして作られたトレーニングメニュー。その元ネタになった研究のタイトルが実はこんなもの。多い練習量と低強度で行う乳酸を基準とする域値インターバルトレーニングアプローチは、長距離走トレーニングの進化における次のステップを代表するのか。長ったらしいタイトルですが、まあつまりノルウェーメソッド、ノルウェーモデルは次世代の長距離走トレーニングの代表格、象徴になり得るのかに迫った面白い研究がこの論文の趣旨。そう、このノルウェーメソッド、ノルウェーモデルには先ほどの乳酸値で指定されたトレーニングと対をなすある練習メニューが実は存在します。つまり2個1、どちらが欠けても成り立たない2つで1つ。1つ目が先ほどの乳酸値を基準とした科学的トレーニングでは、次世代のトレーニングと称されるこのトレーニング理論のもう1つの柱とは一体どんなものなのか。それがタイトルにもあるこの言葉、 A high volume, low intensity。 日本語では軽い強度での多い練習量。そう、高強度や中強度の比較的しんどいトレーニングではなく、本当に軽いジョギングをメインに行う。具体的にはエリートランナーは走行距離にして週に120から180キロを走る。若い選手でも週に115キロから145キロ。時間にしてエリートは1週間に30時間以上。ちなみに論文では典型的な1週間のトレーニングにおいて合計約110マイル、キロ換算で約177キロを主にジョギングペースの軽いランニングに当てています。このような軽いジョギングを最大限取り入れつつ、先ほど挙げた乳酸値をベースとしたインターバルトレーニングを週に3から4回、それに加えて週に1回の VO2 MAX 強度のセッションを導入する。より厳密に言えばピーキングと呼ばれるレース本番に最大のパフォーマンスが発揮できる状態にピシャリと合わせる手法も組み込まれ、時期によってインターバルの質が変動したり量自体も調整が入ります。という意味からトレーニングでよく言われる質と量、この量をメインにその中で科学的に管理された質の高い練習を行っていくのがノルウェーメソッド、ノルウェーモデルであると言えそうです。このようなトレーニングを行うことで運動単位と呼ばれる一本の神経が支配できる筋肉のキャパが増えたり、筋肉の収縮に必須のカルシウムとアデノシンモノフォスフェイトアクティベイティッドプロテインキナーゼ AMPK と呼ばれる酵素の伝達経路を最適化でき、結果ミトコンドリアを劇的に増やせるかもしれないというのが、このノルウェーメソッド、ノルウェーモデルの裏に潜む科学的なロジックのようです。何が言いたいのかというと、ノルウェーメソッド、ノルウェーモデルは筋肉を動かす神経の機能をアップさせ、さらにマラソンに必須のエネルギー発電所であるミトコンドリアの数も激増させる。
よってインゲブリクセン兄弟とブルーメンフェルト選手などのスピードと持久力を兼ね備えた最強のアスリートが誕生した。この事実から次世代の長距離走トレーニングの異名がついているのです。ちなみにこれはランニング以外のその他の持久系競技にも応用でき、実際にこのノルウェーメソッド、ノルウェーモデルをロードバイクトレーニングの視点から解説した分かりやすい記事なども存在しています。こちらも合わせて概要欄に貼っておきますと。ここだけで話を終えると、正直誰でも同じ内容を言えるため、ここからもう少し深掘ります。先ほど登場したノルウェーメソッド、ノルウェーモデルを行うことでアップする長ったらしい AMPK と呼ばれるコースは、こちらの動画で軽く触れたなぜトレーニングを行うと能力がアップするのかという練習の根っこにある PGC1α というマスターキー、このマスターキー的な物質の能力を底上げする一つの鍵でもあります。つまりノルウェーメソッド、ノルウェーモデルを行うと AMPK と呼ばれる謎の酵素がいい感じに働くことで、さまざまな能力アップにつながる PGC1α と呼ばれる細胞にあるマスターキーの性能が爆上がりする、そのようなイメージです。このマスターキーはマスターキーという名のごとし高性能で、筋肉に必須、いや全ての生物に必須のタンパク質を作る速度を上げます。だからこそ転写活性化補助因子といういかつい名前まであるのです。よって PGC1α でトレーニングが語れるというのが、こちらの専門家でも語らないと銘打った動画の内容の一部ということで、ノルウェーメソッド、ノルウェーモデルを行うことでカリシウムや AMPK と呼ばれる酵素の流れがスムーズになり、結果マスターキーである PGC1α の量もアップ。この PGC1α はマラソンに必須のミトコンドリア自体を作るタンパク質アップにつながっているため、ミトコンドリアの量も漏れなく激増する、そう論文で示唆されているミトコンドリアが増えまくる現象につながるのです。よくゆっくり長く走るトレーニング方法 LSD などでミトコンドリアが増える云々かんぬのなぜは、こんな感じの面白い化学反応、代謝反応で説明できるのです。ちなみにこれはいろいろなものを端折って、なおかつ分かりやすく伝えるためだけの説明ですので、あくまでイメージとして捉えてください。このあたりは結構難しいですが、とても面白い分野なので、気になる方は初学者にもおすすめな書籍をページ数とともに概要欄で紹介しておきます。よりミクロな運動生理学的視点でスポーツを深掘りたいアスリートは必読です。このトレーニングの要である乳酸値を完璧に把握したメニューにより、適切にトレーニングの質をコントロールすることで怪我のリスクを減らし、より素早い回復を実現、結果トレーニングの量を増やすことができる。よってこのノルウェーメソッド、ノルウェーモデルは比較的トレーニング強度は低いにもかかわらず、スピードの絶対速度が上がり、最速ランナーを生み出すことができる、いや実際にできた。量と質、お互いがお互いを科学的手法を使って補完し合い、そんなレベルのトレーニングで速くなるわけないを可能にする。拡大解釈をすれば、50歳でフルマラソン2時間38分48秒を叩き出した運動生理学者の田中弘明教授が、ほぼほぼスロージョギングだけで速くなれたのも、この文脈を使えば実は説明可能なのかもしれません。という意味でも、やはり冒頭で指摘した車輪の再発明という言葉がぴったりのような気もします。ちなみにかなり昔に作ったスロージョギングと乳酸値に焦点を当てたこちらの動画、この動画は大枠で捉えれば結構いい線まで行っていたのかもしれません。もちろんノルウェーメソッド、ノルウェーモデルの予備知識はない状態で作りました。こちらも概要欄に貼っておきます。日本人が大好きな根性論、量も質も追い求める、絶対的スピードやキラッと光る才能が存在していたとしても怪我を繰り返し、その才能を発揮できずに終わってしまう、遺伝的に怪我がしにくい才能が独り勝ちしてしまう、従来のトレーニングに潜む悲しきデメリットを克服できるかもしれない、これが僕がいろいろと調べて感じたノルウェーメソッド、ノルウェーモデルの最大の良さであり面白さだと思いました。といってもこれはあくまで世界のトップレベルで戦うプロ中のプロの話、ここからはプロではなく我々一般人にとってどのような感じでこのノルウェーメソッド、ノルウェーモデルのトレーニングが応用できるのかを具体的な数値とともにざっくりと解説していきます。おそらくほとんどの方は乳酸値を測定できるキットを持っていないはずなので、まずは物差しの設定から行います。ということで、一番オーソドックスな心拍数で運動強度コントロールを行うのがベターかなと思われます。ノルウェー式トレーニング方法では大まかに3つのトレーニングゾーンが定義されています。1つ目が低強度ゾーン1、2つ目がサブスレショールドゾーン2、3つ目がオーバースレショールドゾーン3、厳密には5つまで分けられる場合もありますが、今回は心拍数ベースなのであえて3つに分けます。大半のトレーニングはゾーン1の低強度で行い、重要なポイント練習はゾーン2、ややきついもしくはきついゾーンで行います。
先ほどの論文ではゾーン2、ややきつい、きついに相当するのが乳酸値を使ったインターバルトレーニングで、ゾーン3、死ぬほどきついに当てはまるのが VO2MAX、最大酸素摂取量に焦点を当てたトレーニングです。本来はトレーニング全体とややきつい、きついトレーニングであるゾーン2にも2つの乳酸値設定が存在していることから、ダブルスレショールド、二重域値設定というキーワードが存在しています。ここを深掘りすると難しくなるので、概要欄に大まかに解説しておきます。しっかりと理解したい方は専門家に尋ねることをお勧めします。独学の方は従来の乳酸値トレーニング理論をひっくるめて、冒頭で紹介した論文をご参照ください。ということで、具体的な心拍数設定としてゾーン1の場合、ウォーキングやジョギングなど心拍数が安静時の 1.2 から 1.5 倍程度の運動を1日30分から1時間、週3日から5日行うとのこと。ここはくれぐれも速く走って心拍数を上げるのはダメです。あくまで軽く走るのが目的、距離や時間を稼ぐ目的でフォームに焦点を当てながら走ってみてください。次はゾーン2。このゾーンには最大心拍数の 62% から 82% の強度を目安にトレーニングを行います。もちろんこれはあくまで目安、心拍数の再現性は高くないため、厳密な運動強度の管理が難しいことは頭の片隅に置いといてください。具体的なメニューは冒頭に紹介した週に2回の朝と晩の域値インターバル、これのボリュームを落とした形で実施してみてください。ここも知りたい方は概要欄で補足しておきます。最後にゾーン3、これは全力に近いハイペース、具体的には最大心拍数の 82% から 92% の強度、ここも概要欄で補足しておきますが、一般ランナーが行う場合はトレーニングのボリュームは落としてください。基本はゾーン1をベースにゾーン2を取り入れつつ、このゾーン3で絶対的なスピードを担保するというイメージ、この絶妙なバランスで走力の基礎を作り、レースが近づくとレースペースに焦点を当てたトレーニングに移行していくというような流れです。この流れをより具体的に週に当てはめると、月曜日、水曜日、金曜日、日曜日は長距離長時間の軽いジョギング、火曜日と木曜日は朝と夕方に域値インターバルを実施、土曜日は短い距離の坂道ダッシュなどより激しい VO2MAX トレーニングを行う、つまり週に4日は長距離長時間の軽いジョギング、間の2日に域値インターバル、ここは連続ではなく1日空ける、そして域値インターバルで間に1日のジョギングを挟んで、それからがっつりスピード練習、1日単位のイージーハードの繰り返しのようなイメージです。本数や時間はそれぞれ各自のレベルに合わせて調整してください。ここで無茶をすると怪我をするので、そこだけは要注意。これが一応の一般ランナーを対象としたノルウェーメソッド、ノルウェーモデルの具体的なトレーニングメニューですが、何度も言いますが、本来のこのトレーニング方法は厳密な科学的な物差しである乳酸値を絶対的な指標として、ガチガチな数値として設定している点で、従来のトレーニング方法と一線を画しているのが特徴。よって極論を言えば、ペースやスピード、心拍数などの物差しを全て捨て去り、乳酸値に全振りしなければならないトレーニングであるということは覚えておいてください。という意味合いで、トレーニング自体、トレーニング理論としての再現性は結構高いと考えられますが、実際にトレーニングを行うという現実性に関しては再現性がかなり低いトレーニングであると僕は思います。なぜなら、乳酸値を測定する専用のキットと運動生理学のバリバリの知識が必要だから。先ほどもご紹介しましたが、田中裕明教授の偉業、50歳でフルマラソン2時間38分48秒を達成、この記録をスロージョギングだけで達成できるのかに焦点を当てたこちらの動画で、結構がっつりと乳酸について深掘っているので、気になる方はそちらから基礎知識をゲットしてみてください。と言ってもコメントでも指摘されたのですが、やはり難しくならざるを得ない。個人的には簡単に解説したつもりだったのですが、どうしても難しくなるのが乳酸という体の限界を規定している、もしくはマラソンでエネルギー源となる腸がつく面白い物質です。よって内容を理解するというよりは、その複雑さ自体を感じ取っていただければそれで OK だと思います。複雑すぎてなんだかよくわからないというのが正解であるということは補足しておきます。以上がノルウェーメソッド、ノルウェーモデル、ノルウェー式トレーニング方法と呼ばれる、近年脚光を浴びスポーツ科学の権威にどこもかしくもノルウェーばかりと愚痴をこぼさせるレベルで大流行したトレーニング方法、トレーニング理論です。と最後に、これぞ科学というノルウェーメソッド、ノルウェーモデルに鋭い示唆を投げかけるであろう面白い研究を皆さんに投げたいと思います。実はこのノルウェーメソッド、ノルウェーモデルが車輪の再発明と呼ばれるゆえんが、ポラリゼーション、
ポラライズドトレーニングと呼ばれる強度の低いトレーニングと強度の高いトレーニングの二軸で行う方法論にあったりします。そう、ノルウェーメソッド、ノルウェーモデルも大枠は従来のオーソドックスなトレーニング理論の枠内に収まっているということで車輪の再発明が、実はノルウェーメソッド、ノルウェーモデルであるこのポラリゼーション、ポラライズドトレーニングが実は持久系アスリートにとって最適ではないと指摘している研究もあるのです。その名も二極化トレーニング、ポラライズドトレーニングは持久系アスリートにとって最適ではないというド直球なタイトル。この論文では中強度のきつさのトレーニングも非常に効果的であり排除すべきではないと指摘されています。厳密に言えば僕の解釈の限りではノルウェーメソッド、ノルウェーモデルはかなりうまくこの二極化トレーニング、ポラライズドトレーニングのデメリットをカバーしている印象ではありますが、この論文を使えばノルウェーメソッド、ノルウェーモデルのような低強度と高強度の組み合わせは本当に効果的なのかという切り口でも使えるのです。これぞ科学、答えはそもそも存在していないのではないか、もっと言えば答えは一つではなく100人いれば100通りあるのではないか、ここです。現在の日本の学校教育では必ず明快な答えが設定され、いかに素早く相手が望んでいる答えにたどり着けるかのある種のテクニックゲームです。だからこそ明快な答え、0か100かの答え、白か黒かの答えを僕を含む多くの人があると妄信し求め続けています。そう、我々の体やトレーニングには絶対的な答えなんて存在しないのです。科学というのは現象を多面的に切り取る方法論でしかない。ここを勘違いして科学的という言葉を使って学校で教えてくれるような単一の明快な答えを導こうとしている人がかなり多いというのが僕の感じているところです。という意味でもノルウェーメソッド、ノルウェーモデルなどの二極化トレーニング、ポラライズドトレーニングとそれを批判するこちらの論文、二極化トレーニング、ポラライズドトレーニングは持久系アスリートにとって最適ではないと銘打った研究には価値があると個人的には考えています。このように俯瞰的に見るとやはりトレーニングには正解は存在しなく、言葉を変えれば全てが正解で、そこに流行、流行り廃りが存在していることも頷けるかと思います。ということで次は科学で装飾された中強度に特化したトレーニング手法や理論、はたまた田端トレーニングなどの高強度のみのがっつりしたトレーニングが一世を風靡するかもしれません、というかもうしているかもしれません。どうでしょうか。そのような文脈で捉えるとノルウェー式トレーニングの位置づけや流行は結構面白くはないでしょうか。今回はノルウェーメソッド、ノルウェーモデルというものを切り口に、トレーニングというほんの数百年前に誕生した人類しか行わない謎のムーブメントと、そのノウハウの裏にある文脈や細胞に隠された機能などに焦点を当ててみました。ノルウェーメソッド、ノルウェーモデルを通して壮大なトレーニングの面白さ、深みみたいなものを少しでも感じていただければ幸いです。最後に僕の大好きなこんな名言で締めたいと思います。トレーニング計画という自らの生物学的探求に出かけたことのない人は素晴らしい自己変革の機会を逃している。ぜひ皆さんも楽しくトレーニングをしていきましょう。このチャンネルでは運動経験ほぼゼロから独学でトライアスロン日本代表になった僕が、書籍をベースとしたランニングのノウハウやモチベーションを上げるヒントを分かりやすく噛み砕きながら解説します。根拠のある知識を知りたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。